gravitational waves. 重力波は宇宙で星の爆発やブラックホールの衝突などの大きな出来事があると発生します。そして宇宙を歪めながら銀河系を光の速さで波のように伝わります。この発見がなぜ重要なのでしょう。最初の理由は、アインシュタインの一般相対性理論の中で確認されていなかった最後の予言である重力波が確認されたことです。2点目、アインシュタインは一つ間違っていました。重力波は小さすぎて観測できないだろうと思っていましたが、今回観測に成功しました。3点目、世界をこれまでとは全く違う角度から見ることができるようになります。どんな天体望遠鏡でも見えないものも見えるようになるでしょう。ブラックホールやより宇宙の奥深くをビッグバンの瞬間まで遡って見られるようになる可能性を示唆する人もいます。4点目、重力波が実際どう働くのかが解明されます。最後に、物理学者が自然界のあらゆる力を統一する万物の理論を解明する助けとなるでしょう。アインシュタインもとても喜んでいるでしょう。